次に岡本道成君。委員長。岡本君。おはようございます。公明党の岡本道成です。質問の機会いただきましてありがとうございます。冒頭、熊本を中心といたしました地震でお亡くなりになりました皆様に心からお悔やみを申し上げます。被災された方にもお見舞い申し上げます。私、生まれ故郷は佐賀県でございまして、親戚の多くは佐賀に住んでおります。佐賀の方も多く避難されておりますけれども、熊本にもたくさん友人がおりまして、今政府全力で、人命救助を中心といたしまして支援物資の給油等を取り組んでいただいておりますけれども、今後の復興を考えたときに、九州は輸出に最も積極的な農産圏であることも確かでありますので、今回の TPP のこの議論、十分に審議を尽くしてまいりたいと思います。まずはじめに、私、今回の TPP 本当にですね、今後の日本の農業戦略を考える上で攻めの農業へと転換する絶好のチャンスだというふうに考えています。攻めの農業というのは、ただ単に農業成長産業と導くだけではなくて、その結果農家の方の所得が上昇していくような産業に支援していかなければいけないというふうに思います。もちろん重要5品目を中心に守らなければいけない分野も多くあるわけですけれども、しかし多くの農産物に関しましては農業の未来は明るいし、また明るくするような政策を実現することこそ政治の責任だと思っています。極端な言い方をするとですね、私は今までの農業政策の延長線上には日本の農業の未来はないというふうに思っています。例えばガット・ウルグアイランド、1994年に合意いたしましたけれども、その後20年間今までの政府の農業政策で何が起こったかということを確認させていただきたいと思うんですね。この20年間で政府は農業分野に補正を含めて72兆円投入いたしました。その結果起こったことは、農業の総産出額、売上ですね、これは 11.3 兆円から 8.4 兆円、26% 落ちています。農業生産者の所得、5.1 兆円から 2.8 兆円に 44% ダウンです。基本的な収入を農業に依存していらっしゃる基幹的農業従事者の方々の人数、263万人から168万人、マイナス 36%。増えたのは唯一、農業従事者における65歳以上の方の割合、これ1994年は3人に1人が65歳以上、今は3人に2人が65歳以上です。当然耕作面積も 11% 減ってます。今後日本の人口が大きく減っていくことが予想される中で、このまんまだと変わらなければ日本の農業には未来がないと、全体としてはですね、懸念していらっしゃる方多いと思うんです。ですから今回の本当の目的というのは、単に目先の TPP の対策というようなことではなくて、環境の変化に伴って持続可能な強い農業を育てる政策をどう実現していくかということだと思います。そこで初めに農林水産大臣にお伺いしたいんですけれども、国際競争力のある勝てる農業へ転換することが今回の主眼だと思いますけれども、いかがでしょうか。森山農林水産大臣。岡本委員にお答えいたします。生産者の高齢化や耕作放棄地の増大等課題が山積している中で、農林水産業の活性化は待ったなしの課題であると認識をしております。政権交代以降、産業政策と地域政策を車の両輪として、農協改革や農地中間管理機構の創設など農政改革を実施をさせていただき、攻めの農林水産業への施策を推進をしてきたところであります。今般 TPP 大筋合意を受けまして、生産現場に残る懸念を払拭させていただき、新たな国際環境の下でも次世代を担う生産者が夢と希望を持って経営発展に取り組めるように、これまで進めてまいりました農政改革に加え、昨年取りまとめました総合的な TPP 関連政策大綱に基づき、体質強化対策や経営安定対策の充実など、万全な対策を講ずることとしております。このような施策を講じていくことで、生産者の方々が安心、
安全で高品質な世界にも通用する農林水産物を生産をしているという自信を持っていただき、新たな国際環境の下でも夢と希望を持って経営発展に取り組んでもらえるようになるんだというふうに考えていただきたいと思っております。まあ、このような考え方で農林水産省としては農政新時代を切り開いてまいりたいと考えております。岡本道成君。そこでその攻めの農業を支援するために日本の政府として十分な体制ができているかどうかということを検証させていただきたいと思います。まず農産物、いろんなカテゴリーがあるのでいくつかに分けさせていただきたいんですね。まずはすでに品質的に国際競争力が十分にあるような農産品、例えばフルーツ、最高級和牛、ブランド野菜、つまり販路さえ開拓できればもうすでに国際市場の中で売れるようなものに対してどういうふうな支援の体制ができるかということをお伺いしたいと思います。例えば私いろんな国に働いたことありますけれども、日本のメロンなんて世界の最高級レストランのデザートにリスティングすればものすごい高い価格で売れるような気がするんですね。それで TPP 参加国を中心といたしました世界各国の消費者ニーズを踏まえてそのマーケティング戦略をしっかりと農家の方に支援できるような体制が取れているかどうかということを確認したいんです。例えば GI それぞれをブランド化し販売先を確保しマーケティングチャンネルも提供しビジネスモデルをしっかりとその農家の方と一緒に考えて、最終的には良いものを安くではなくて良いものを適切な価格でできればより高く売っていけるような支援ができるかということが大事なんだと思うんです。で、今回の TPP では例えば工業製品を作らっていらっしゃるような中小企業や中堅企業の方々に対する海外への販路の拡大のための支援というのはものすごくよくできていると思うんですね。今回の政府の命名ではこの総合支援体制を新輸出大国コンソーシアムと名付けていらっしゃって、例えばジェトロを中心として商工会議所や地域金融機関が一体となって中小企業の工業製品を海外に売っていくようなマーケティング戦略が取られています。私は農産物に関してもこれ以上の体制を持って具体的に海外に販売支援をしていくような体制を取るべきだと考えているんですけれども、やはり今までの経験の違いといいますか、中小企業に対する政策は本当に綿密にできてますけれども、農家の方に対するこのようなマーケティング戦略にはまだ不十分なところがあるんではないかと思っているんです。その点どのように二人三脚で農業を世界に打っていくか、ぜひご答弁をお願いいたします。農林水産省斉藤副大臣。問題意識は岡本委員と全く共有をさせていただいております。幸いなことにですね、日本の農産物は諸外国から高品質なものとして評価をされるものがたくさんあると思いますが、ただ品質さえ良ければ売れるということにはなりませんので、委員おっしゃるようにですね、ニーズを踏まえた戦略的なマーケティング、これが非常に重要だと思っております。ご案内の新輸出大国コンソーシアム、これはこの間先般立ち上がって私も第一回目参加をさせていただきましたけれども、中小企業のみならずですね、その食品工業あるいはですね、農産物もこのコンソーシアムの中に乗ってですね、シームレスな輸出促進をしていくということになっておりますので、農林水産省としてもですね、ぜひこれを活用していきたいと思っておりますし、今石原大臣を座長といたしまして、輸出力強化ワーキンググループというのを政府全体として取り上げてですね、促進を図っていこうということであります。その中でもこのいかにしてですね、その売っていくかということをですね、ヒアリングを重ねですね、議論を重ねてきておりますので、そういう成果も生かしながらですね、農林水産省として万全を期していきたいと思っております。委員長、岡本道成君。副大臣、これぜひお願いしたいことがあるんですけれども、要は素晴らしいクオリティのものをすでに生産していらっしゃる方で、いろんな海外に販売をしていきたいというふうな問題意識がある方は多分向こうからご相談にいらっしゃいます。しかしながら実は世界で十分勝てるものを作っているのに、目の前の仕事で大変でいらっしゃるので、
世界に売っていこうというふうな発想をお持ちでない方もたくさんいらっしゃるんですね。もったいないと思うんです。ですから相談に来れば相談に乗ってあげるみたいなことじゃなくて、こちらから出向いていって、これチャンスですよと、ここにこんな高値で売れる可能性高いですよというふうな、こちらから営業に行くような政府の支援体制をぜひよろしくお願いいたします。続きましてですね、今まだ世界で勝てるような品質の農産物にはなっていないけれども、まあ、今後そのような状況に達する可能性がある農業生産物を作っていらっしゃる方に、その品質を向上したり生産性を向上したりするような支援をどのようにしていくかということについてお伺いさせていただきたいというふうに思います。私はですね、農業の生産性を含めまして日本全体生産性低いと言われるんですけれども、一番初めにやるべきことは成功している人の真似をすることなんだと思うんですね。で、その真似をした上である程度のレベルまで行った後に差別化をして、さらに自国が作っているその製品に関してのクオリティを上げていくということが非常に重要だと思います。そこでこう世界を見渡してみますと、やはり日本と環境が比較的似たところで農業大国と言われているのはオランダなんですね。まあ、その証拠に安倍総理も平成26年にオランダの農場を視察していらっしゃいます。実はあのオランダ小さい国なんです。国土面積でいうと日本の9分の1にもかかわらず、農産物の輸出はアメリカに次ぎまして世界第2位であります。圧倒的に海外で農産物を高く売る国なんですね。オランダの人口は日本の8分の1、耕作面積は日本の約4割、まあ、そんなところで日本が輸出の国際ランキング55位にもかかわらず、オランダは第2位です。で、オランダと日本の何が違うかっていうのを調べてみたんです。大きく分けて2つあります。ちなみにオランダがですね、輸出をして儲けているも、確かに輸出に適さないものもありますけれども、オランダが輸出を多くしているものは花き、花ですね、植物、じゃがいも、トマト、きゅうり、きのこ、チーズなど。オランダの最大の強さの秘密は産官学で協働いたしまして、フードバレーというコンセプトのコンソーシアムを作っています。これはアメリカのシリコンバレーに匹敵するような農業生産におけるフードのバレーを作っていこうという感覚なんですけれども、この中で彼らが重視していることが2つありましてですね、1つは人材育成です。人材育成は実は農業従事者の人材育成ではありません。その農業従事者のマーケティング戦略、経営戦略を考えるコンサルタントの人材育成なんですね。これが一つです。ちなみにですね、この人材育成のためにオランダには国営で出発をいたしましたワーヘ人間大学というのがあります。この大学は当時農林水産大臣だった林大臣が平成25年に視察に行かれています。1876年にできました非常に歴史の長い大学なんですが、この大学で教えているのは農業技術だけではなくて農業経営です。どうやって高く売っていくかということを教えているんですね。そしてその卒業生の多くは卒業後には農家の生産者にはなりません。国や自治体の経営コンサルタントとして農業技術の高い方とともに二人三脚でどうやってその農家の方が作られたものを高く売っていくかということを考えていく仕事をやってらっしゃいます。私はこういうことが日本にも必要だと思うんですね。農家の方の作ってらっしゃるクオリティ、多分世界水準で見ても世界最高水準のものをもうすでに日本は作ってます。要はどのように経営のベースに乗せて販路を開拓して高く売れるような仕組みを作り上げていくかどうかっていうことが重要です。物のクオリティを上げるのはですね、なかなか上がりません。どんなに時間をかけてもスペックってそう上がらないんですね。ただ経営戦略というのは知恵を持った方が横にパートナーとしてつけば比較的短期間で実現できるようなものであります。日本の中にですね、こういう研究機関や学校みたいなことがあればそれが一番いいわけですけれども、もしないのであれば例えば海外の最高峰の大学、アメリカの州立大学は例えばイリノイ大学、カリフォルニア大学、ミシガン大学、最高水準の農業の大学院を持っています。国費で農協の職員、自治体の職員送り込んで勉強してきてもらったらいいと思うんですね。
加えてもう一つ、オランダで圧倒的に日本と違うのは農業が IT 化されてます。農業と IT ってものすごい相性がいいんですね。例えばオランダのハウス9割以上はコンピューター制御です。多分日本ではほんの数パーセントだと思います。コンピューター制御にされてますから、その温度や湿度や気候等でビッグデータで管理されてますから、その食品に対してリアルタイムで手が加えられて、製品のクオリティも上がります、栄養も上がります、そして安定的な生産につながって農家の方の所得も上がっていきます。この2つの点、人材育成そして IT 化を進める、政府としてどのように取り組もうとしていらっしゃるかお伺いしたいと思います。農林水産省奥原経営局長。私の方からまず農業の人材力、経営力の話についてお答えさせていただきます。今先生からもご指摘ございましたように、オランダではこのワーゲニンゲン大学、これが中心となりまして、ファイナンスですとかマーケティング等の農業のマネジメントを学ぶ、そういうコースを設置をして農業経営者教育、これに取り組んでいるというところでございます。我が国におきましても農業を国際競争力を備えた成長産業としていくためには、この生産技術の話だけではなくてですね、マーケティングを含めた経営ノウハウを備えた人材の育成が極めて重要であるというふうに考えております。この観点で都道府県に置かれております農業大学校、この中のカリキュラムでも経営力の面を強化をしておりますし、それから農業界、産業界、学会が連携をして次世代の農業経営者の育成に取り組む、こういったものについても支援をしております。それからトッププロを目指す経営者育成するためのオンラインのアグリビジネススクール、こういったもの支援もやっているところでございますが、今後ともこの経営力それから技術力、これを含めて農業を発展させるために必要な人材力の強化については充実強化を図っていきたいと考えております。委員長、もう一人答弁者おります。あ、お願いします。農林水産省今城生産局長。IT 化についてのお尋ねでございます。我が国の農業の競争力を高めていくためには、おっしゃるとおり高品質なものを安定的に生産すると、そういうような収益性の高い農業経営の実現ということが重要でございます。その上で、私ども、園芸先進国でございますオランダを参考にしまして、日本型施設園芸のモデルとして IT による、温度湿度あるいは CO2 の高度環境制御ということ、あるいはその木質エネルギー、地域資源エネルギーを活用する、そういったようなことを総合的にやります。次世代施設園芸拠点の整備というものを進めておるところでございます。このようなことを中心にですね、平成28年度予算におきまして、強い農業づくり交付金、あるいはこの27年度補正予算で、措置されました産地パワーアップ事業、こういうもので IT 導入による施設、園芸の生産性向上への取り組みと、こういうものを支援させていただいております。そういうことを通じまして農業の競争力強化を図ってまいりたいというふうに考えております。岡本道成君。ありがとうございます。人材育成に関してはこれ世界で勝とうと言っているわけですから、世界の一流の大学にぜひ国費でコンサルタントになる人を送っていただきたいと思いますし、今ご答弁いただきました日本の地域における植物工業に工場につきましてもですね、実は私の地元埼玉県の久喜市でも農水省の支援でこれやっていただいておりまして、トマトの植物工場を作っていただいてます。これですね、植物工場っていうと日も当たらないし土もないのでなんか貧弱と誤解されている方いますけれども、実はものすごい管理されてますので高品質、そして、農薬も使いません。加えましてですね、生産性がものすごく高いので同じ面積で収穫量3倍になっておりまして、埼玉の農業の未来を担う礎になるんではないかというふうに期待されています。大臣、最後に一言、攻めの農業が基本的な考え方ですから、これ大チャンスだと思うんです。ぜひ儲かるから農業をやるというふうな若者を増やすためにも大臣の決意をお伺いいたしまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。森山農林水産大臣。攻めの農業に転じていくことは大変大事なことでありますし、若い人たちが意欲を持って、やっていくということが大事なことでして、全国いろんなところでいろんな試みが行われております。モデルになるようなこともたくさんありますので、そういうこともしっかりと横展開をさせていただいて、産業政策としての農業と地域政策としての農林水産業の在り方、車の両輪として引き続き努力をしてまいりたいと考えております。
ありがとうございました。終わります。